どうも皆さんこんにちは、ゲット中継でございます。ということでバトルフィールド1やっていきましょう。今回はですね、あのバトルフィールド5の、PS ストアでなんとかエディション、デラックスエディションみたいなやつを凍った人だけにしか手に入らない新武器5種のうちの1つを実況していきましょう。ということで今回使う武器はね、このフェドルフのね、まあ軽機関銃バージョンですかね。見て、あーかっこいい、なんちゅうフォルムをしてやがる、最高かよ、なんだこの意味深な魔改造されたクソみたいなフォルム、最高かよ。あーベロチューしたい、ベロチューしたい、ベロ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 チューしたい。あーもうすっごい、これおそらくね、水冷式なんでしょうね。銃っていうのは水冷式と空冷式っていうのがあって、まあ水で冷やすか空気で冷やすかっていう感じなんですけども、まあ、水冷式は現在はほぼ絶滅してるっていうか、まあ絶滅してると思うんですよ。ただこれ銃の先端がぶっといじゃないですか。だからおそらくは水冷式だと思うんですよ。だからまあ個人で携帯してバーって撃てるようなものではなく、軽機関銃、分隊支援火器のような扱いでしょうね。銃を持つ人、弾を持つ人、水を持つ人で3人1組とかで、運用するような代物だと思うんですけども、この魔改造されたようなこのクソみたいなフォルム、最高かよ、お最高かよ。これね、昔フェドルフっていうねロシアの武器を紹介したと思うんですよ。まあ史実関係に関してはその動画を見てください。で日本の38式実砲っていうやつが使われている、本当ロシアと日本の融合の銃みたいな感じなんですけども、これが標準ね。でそこからまあいろいろ分岐されたんですよ。さっき使った水冷式の軽機関銃とか、このマガジンが上についたようなね銃とかいろいろあるらしいんですけども、これにただただ水冷式乗せたような感じ上のぶっとい黒い部分あるやんか、あれパンって取ったらもうそのままフェドロフとして使えるんじゃないかなっていうぐらい取ってつけたようなこの改造の仕方、マジ渋い。あーやばい、行く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 、あーやっぱ水冷式だからある程度冷えてるんでしょうかね。夏の蒸れた金玉をこの黒いところの上にこれドゥラーってこすりつけたくないですかね。こすりつけたいよねやっぱ最高にクールだぜこのフォルム。いやもう完璧でしょ、もう完璧、いやもうこれもう完璧、このもう意味わからんフォルム、もうほんともう大好物ただね、ただこいつはね、大佐、大佐聞こえるか、大佐、こいつはねとんでもないことをしてくれましたよ。ただのロマンフォルムのロマン武器と思いきや、おそらく、いやこれ使ったことないんですよ、もう初めて発砲するんですけど、あのねめちゃくちゃ強いと思うんです。もうロマンと強武器が融合してしまうっていうね、ほんとクソみたいな最高の武器になってしまうと思うんですけども、まずこれね、看護兵がモテてしまうっていうのがねやばいですね。バトルフィールド1の看護兵って基本的に単発打ちのパンパンパンっていう武器がメインなんですけども、まあフェドルフっていうのが入って連射できるような感じになって、もうほんと一時戦感がなくなってきたんですけども、これに関しては看護兵やろ。で、あ、ちょ、発砲していい？あー、まあまあまあ、弾は割とばらけるっちゃばらけるね。あ、アイアンサイトめっちゃ覗きやす。あー、いや、当てやすいな、当てやすい。で、この連射効いてしまうっていうのもやばいし、標準で26発だっけ？結構たっぷり弾を持たせてもらえるっていうのもかなりやばい。ほんで、これ伏せて、バイポット立てたら、めちゃめちゃ集団するやん。いやー、これやばいよ。これやばい。まあリロードとかはまあ別にって感じだけど、遠距離もさばけるし、近距離中距離もまあ普通に連射金庫から戦えるじゃないですか。26発あるから継戦能力もありますよ。でさらに回復できるんですよ、看護兵なんで。回復できるし味方の治療もできる、もう全部できるやんと本当にね、海賊王系っていうね、この世の全てをさらってった銃ですよね。うん、バイポットなんかか、本来だったら援護兵の特権ですからね。存在してしまったね。まさに磁石でいう S 極と S 極、水と油、相入れない関係だったはずだ。私たちはロマンという私と強武器という向こう側、決して相入れない関係であったはずだ。だがしかし再びこいつはぶち壊してくれたよ大佐。まさにロマンと強武器が兼ね備わったような銃だ。決まったわ、俺の愛武器。
あ、決まったわ。うん、これもう決まった。俺の愛部キ本当に決まった。やばいわこいつは。やばい。おお、わ懐かしいなここ。あ、ちょ、行こう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 、早速早速借りまくろう借りまくろう。あーいいね。いや人多いな人多いな。いや待って、もう今ので分かった、この武器強い。あーこの武器強い、ありがとう、ナイス蘇生。蘇生できるもんだって俺ら。え、嘘、あーやべ、弾切れか。いやーすまね。いやーちょっと焦ってる焦ってる、興奮してる。静まれ静まり、弾へ。そなたは守り神か。静まり弾へ。なぜそのように現れるのか、現ばざるに得ないだろう。こんな、うわこんな武器使わせやがって。くしゃ。いや、あの集団率あんまり高くなさそうだったな。でも、あんぐらいの距離でエイム自体は当てても若干外れてたような 気がする。任せろ任せろ任せろ。オッケーオッケー、いけろ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 。前押せよ前押せよ。え、どこ行った。いやーくそ、あーやべやべ、強い。いやめっちゃ強いこの武器。え、やばい。は？いやこれもう一強だろ、一強だろこれ。ネズミがいる、すげえ。いやこれ一強じゃね、ありがとう。は、単発も選べんのかよ、すげえ。フルオートだけじゃねえ、単発も選べれるようになってる。やばい。は、独り占めしてるこいつ、この世の富すべてを。マジかよ。ああやっぱり、あ、集団率悪い、集団率は悪いわ。サイトしても、あ、エイムしても外れるときは外れるけど、やばいね。それぐらいじゃね。いや蘇生できるのがマジでやばいわ。蘇生回復できるのがマジでやばい。え、だって戦線自在にゾンビ化できるやん。いやこれはやばいぞ。あんまり突っ込まんように行った方がいいかも。あーでちょっと被弾受けたら回復挟んでやろう。あ、強くない？わかる？この回復の凄さわかる？これ看護兵の特権なんですけど、マジでやばいんですよ。何がやばいかっていうと、本当にねすぐ回復できるから前線の復帰スピードが速いので、こうやってみんなと一緒に動くことで、待った、ファイヤートラップ引っかかりすぎかよ。いやーマジでこれやばいな。ありがとう。前線を自在に復活できるっていうのがマジで、あー、これやばいな。単発も存在してるのは本当にやばい。でこういう開けたところとかも、まあ、敵いたら伏せてバイポッド立てたらよろしい話やから。で多少の被弾はいけるでしょ、自己蘇生っていうか自己回復あるから。いやこれはまずいですよ。いやこれは最強。いや強武器に基本私感じない人なんですけど、いやここまで振り切られたらやばい。あー結構タップ打ちたらきついな。目標バターを喪失中。大丈夫、やれるやれる。いや強っ。あ、強くない？いや強い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 。あーこれやばい。あー俺ダメだ。いやこれは強い。目標バターを喪失。いや俺これね、多分ね、俺無言でやったらね、マジでコンスタントにすげえキル出せる気がする。いやこれだってこれだ、あれだよ、金出してないと使えないからね。だから BA5 プレミアム特典で買おうとしていない人は使えないわけで、この武器でしょ、全員使えるわけじゃないから、実質なんかほぼ俺だけこんな強武器持たせてもらえるみたいな感じの人たちが多いわけ。いやー強いよ、なんか負ける気がしねえ。マジや、やべ、やべ、これやべ。これやばい、やばいって、これ、いやこれマジやべよ。いや怖い怖い、ちょ、俺語彙力が崩壊してる、これマジやべえ、やべえぞ。お前ら聞いてるか、お前ら聞いてるか、申し訳ねえ、
1万1000ぐらいだっけ。払ったやつが BF1 で猛者になれる。もう間違いね、確定。いや、やばい、いやマジこれ負ける気がしない。あ、もうやばいしか言えてないっていうので分かるやろ俺のやばい、やばさが。いやそっちに来た。あーこれ俺マジで20時、いやー早い早い早い。いや逃げたって無駄よマジで。マジで無駄よほんまに。え、このフェドロフから逃げれると思ってんの。マジで死ぬしかねえからお前ら。それでいてこのロマンカーあふれるフォルム水冷式で二脚付き、もうマジやべえ。死ぬ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 。いやー、いやー、あーごめんごめん、気失ってた。あぶね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 、すまんすまんすまん。あーやばいわ、気絶しそう。あーいたたた、もうバイポッド立てて。いや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 、戦車さばけないぐらいじゃない弱点って言えば。はい、目標チャーリーを確保。うーわうーわ、ちょっと一回ゲームやめていいっすか。ちょっとマジでやばい、やばいっす、マジやばい。ごめん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 、ほんと俺日本語が、あ、ボキャブラリー足りないね。いや、うおバイポッド立てたら安定安定。バイポッド立てなくてもある程度さばけるしな正直。やばくない、これはやばくない。あー今この人チェリゴッティ使ってるけど、チェリゴッティなんか10発ですよ、10発。バイポッドもついてねえし、多分一回俺さばかれたじゃないですか。そしたらもうリロード挟んでますよ、うん、俺リロード挟まなくていいもん、26発もあるから。てるーいやー負けんって絶対。あーくそ、後ろからやられた。いや負け負け負け。看護兵同士の勝負なんか、だいたい他の看護兵は弾数気にして割とパン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 打てない武器ばっかりやけど、これもう弾数なんか気にせんでいいもん。目標エドワードを喪失。やーべえこれマジやべえ。オッケーオッケー、やったやったやった。あーマジ強えこれ。ほらほらほら、で俺 HP 残り4だったけど、もうほら自分で回復挟んであっという間にもうほらこんな感じ。あっという間に前線復帰ですよ。卑怯やな。いやこれ絶対修正入るでしょこれ。え、これこれやばくない、ちょっとタップ打ちしたらこの集団率入らないの修正。え、マジでごめんけど、もうこれゲーだよ本当に。申し訳ねえけど本当に、あのデラックスエディションみたいな買ってないやつに人権ねえよ。バトルフィールドはマジでマジで人権ねえよ。いやいやいや無理だって、無理無理無理だよ。いや俺に勝とうなんか無理よマジで。いや看護兵が全レンジで俺のこの武器に勝てるわけがない。負ける気がしねえもん、絶対負けねえ。マウスアートがじゃない限り負けねえと思う。いやまあ他の陛下の武器だったらまああるかもしれんけど、とりあえず看護兵同士の勝負絶対負けない。いやーマジで負けない、負けるわけがないこれ。どうやって負ける。1名ダウン、はいナイス。
自分の毒食らおうが関係ないもんね。もうすぐ回復できちゃうからガスマスクするのすらだるいみたいなやーべ、これはやばい。この武器はマジで素晴らしいですね。すげえすごすぎて失ったわ全部いやー失った。あー42キル11です。あーいやーちょっと割と俺気絶してる時間が長かったからあれやったけど、それでこれやから、いやもうちょっとちゃんと使いこなしたらこれいやーマジ、いやー衝撃受けた。俺初めて俺ゲームで気絶しそうになった